港の中は24度。だいぶ下がったんですか。うん。じゃあ多分あれだな、いけすに入れといても大丈夫だな。やっぱ27度ぐらいだとダメですか。ダメだね、27度ってここが多分その辺が27度ってこと、この辺28度とか30度ぐらいになってるからね。それは元気くんも死んじゃうわ。もうだって色がもう引っかかるからね。風は冷凍があるからだけど。おいおい。まあ大概そうだけど、本当はもういつもだったらさ、いつもの水温だったらさ、8月の末とか9月ぐらいから戻りがつおがちらほらこの辺も見えるんだけど、最近全然まだ全然聞かねえもんな。大丈夫です。昨日なんか結構荒れてる感じは。うん、昨日は荒れてた。もう台風が台湾の向こうの方に行ったから、やっぱり角度的にさ、前の日にまだこの波が当たるとこにいるとやっぱ来るんだよ。1000キロ離れてようが。おお、急に25度。やっぱりあれなんだな、こんだけ冷えると水温もすぐ下がるんだな。そこ。ベイトっぽい反応はあるけど、なんか青物っぽい反応が出てこねえな。下もカリーだんべ今日なあ。あれ今日腰を？なんかすごい緩かった気がしますね。なんだろう今日は。全然。俺長潮とか若潮の方が好きなんだけどな。うん、どっちかっつうと。大潮なんか釣れねえ。もう分かってきたらだんだん大潮釣れねえって。あんなもん釣り具屋の罠だよ。釣りメーカーと釣り具屋の。ここで釣れないかい。ちょっと深いとこ行くか。斉藤くんが愛用してた、なんだっけ、ダイワの、うん、いや、この前あと600円ぐらいで送料無料になるから平場買ってみたんすよ。いや、この前いたんめな。だから今年タイが多いぜ。タイ多いよ。こんな釣れた時ねえもん。まあそれは本当斉藤くんのおかげだよ。斉藤くんがタイラバにはまってこんなにタイが釣れるの分かったもん。俺のタイラバはほら根魚用だったからさ、ほぼ。本当に半月ぐらい前は暑くて嫌だったのに、半月とか1週間ぐらい前だもんな。でも今週暑かったぜ。俺ずっとあれ着てたもん、ファン。
魚の反応があんまねえもんな。イルカに食われちゃったんだな、みんな。今日金曜日だんべ。全然漁師もいねえもんな。さっきから2、3隻しか見てねえもんな。でやっぱり何かダメなんだろうな。お、大体小潮の時はあれだよ、うん、月が出るのが遅いんだよ。大体月が出るのが10時とか11時とか、うん、もう10月だもんな。なあ、川村くんに会ったの3月だっけ4月からだっけ。4月10日に来たんだっけ。へえ。斉藤君が10月までいりゃ面白かったにな。今売れまで毎日毎週俺と暇の時にどうせ草刈りしたら遊んでくれたのにな。つうかあの野郎がいるから行ったのに俺と入れ替えにいなくなるなんて。おし、いいんじゃないの、寝入りだよ。それ逃したらダメだぞ。お、でもあれだろう、閉める勇気はねえだろう。なんか叩いてね。そうでもね。まだいじゃねえ。まあ多分あいつだけど。あいつあれだろう、なんかマラソンかなんか出たがってんだろう。違うんじゃない、なんかそれあんだからあんな走ってんだろう。これあれだろう、な、うん、口してろ、100均のやつだから大丈夫。いや寝入りだろう、うん、よしよしよし。お、でかいんじゃないの。お、いいサイズじゃないの。ああ、これならに、おお、これでかい、2キロ以上あるよ。おお、2500円。いや、今なら高いぞ、魚がないから。よし。あ、でも気をつけてな。その魚やってる時に本当に怪我するから。なんか塩がちょっと重くなったもんな。うん。お、でかいな。本当に。よし。おいしそう。よし、オッケー。でかいよ。
おっ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 、合わせようかな。あー取れた。くそー、マダイだったな。あ、わかんねえ、あいつかな。うん、さらばフグ。さらば、もうまたあれだぜ、ラバーがなくなってるぜ。どうした。お、じゃあなんか上になんかいるぞ。うん、気をつけろ。上になんかいるぞ。マグロだな。まあそれが多分そのシイラが見えるんじゃない。あの辺りになる。おお、よし。うん、今俺も見えたよ。なんかあそこ、おお、あと40メートル。おおお、うん、こんなものやってる場合じゃない。走ってる走ってる。あ、うんって言ったらついちゃった。めっちゃ切れた。マジかよ。魚変わったかもしれないな。頑張れ。あー切れた。あー切れたんじゃなくてあれだな、取れたな。チキショー。おっと、これはわかんねえ、マグロ食ったんだね。いよいよマグロが、マグロがやたら元気で。うん、最近のパターンだよな。みんな最初すげえ走るやつって、最初から走るやつって大体ネイリスレかもしれないな。スレスレスレイヤー。ネイリ、さっき俺もネイリだったわ多分。ああ、スレだな。よしよし、はい。おお、またでかいな。でかい。うん。ああ、取っちゃったか。ごめんごめん。よしよしよし。よし。お。寝魚？うん、そのままそこで逃がしちゃうよ。お、10メートルぐらい下から。お、なんか当たったな。
うん、なんか当たってるって思ってました。映ってるもん、ここだな。20メートル以上ね、すぐ見えた。なんかついてきてる。お、取れるか。ダブルだ。待ってろ。ダブル入れといてくれ。はい、明日まで生きてりゃ餌にしとけ。よし、はい、うん、それは、あ、ベイトがいる。お、やっぱスローの方が食うな。あー、なんだと。今日はキンキラキンか。だな。うん、坊主のおかりが。さっきのあのでかいの取りたかったな。いいよいいよ、大丈夫。でも先週よりちょっと大きくなったな。やっぱり最近潮が変化があるときしか食わねえもん。昼だから消えるか。